リチャード・ボイル・コーク伯爵は、アイルランド貴族の爵位である。1620年、アングロ・アイリッシュの政治家、リチャード・ボイル、初代ボイル男爵が助爵を受けたことにより、創設された。リチャードは1616 16年にはすでに、コーク県で、ボイル教、ヨール男爵に助されていたほか、伯爵に助されるのと同時に、ウォーター・フォード県で、ダンガー・バン主爵が創設された。 これらの爵意はすべてアイルランド貴族である。リチャード・ボイル、初代高科伯爵は偉大なる伯爵として知られている。イングランドのカンタベリーで生まれたが、1588年にアイルランドに移住し、そこで結婚して、高区圏に広大な土地を買った。1631年から1643年まで、彼はアイルランドオークラ教を務めた。 三男のロジャー・ボイルが1660年にオーラリー伯爵に上されたのをはじめとして、その息子のうち4人が助爵を受けたことで有名であり、さらにボイルの法則を発見した物理学者サー・ロバート・ボイルは7番目の息子である。リチャード・ボイル1643年初代伯爵が亡くなると、ーク伯爵位は長兄ロジャー・ボイルが若くして亡くなっていたため、 次男のリチャード・ボイルに承継された。第二代白爵は、前年すでに彼の弟ルイス・ボイルから、直居上の特別遺蔵によりキナルミーキーの、ボイル死爵位を承継していた。彼は、第二代クリフォード女男爵エリザベス・クリフォードと結婚し、1644年、ヨーク州で、イングランド貴族であるレンズ・ボローの、クリフォード男爵位を創設した。彼は後に、 アイルランドオークラ卿となり、ヨークシャーウェストライディング当官となった。1664年、さらに、イングランド貴族である、バーリントン伯爵位を助釈された。リチャードの唯一の息子で相続人のチャールズ・ボイルは、1663年に、父親が従属爵位として保持していた、ダンガーバン氏爵位によって、繰上げ直所で、アイルランド王国貴族院に召喚された。 チャールズは後に、イングランドのタムワースとヨークシャーから、イングランド王国庶民院議員に選出された。1689年、チャールズは、父のレーンズボローのクリフォード団爵位によって、繰り上げ直所で、イングランド王国貴族院に召喚された。リチャード・ボイル1698年、第二代伯爵が亡くなると、コーク伯爵位は、第二代伯爵の孫で、 第三代ダンガーバン主尺の息子であるチャールズ・ボイルに承継された。彼はアイルランド・オークラ教であり、ヨークシャー・ウェスト・ライディング等間であった。1704年第三代伯爵が亡くなると、釈位は唯一の息子リチャード・ボイルに承継された。彼はバーリントン伯爵として知られ、パルラーディオによる古代ローマの建築図面を出版し、 ウィリアム・ケントと共にチジック・ハウスの設計をした著名な建築家であった。1753年に第四大伯爵のリチャードが亡くなると彼には息子がいなかったため、レーンズ・ボローのクリフォード男爵くらいとバーリントン伯爵院は廃絶となった。彼のバーリントンエステートとクリフォード男爵院は一人、生き残っていた彼の娘シャーロットにより承継された。彼女は 第四代でボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュと結婚し、その三男ジョージ・キャベンディッシュは1831年にバーリントン伯爵位を復活させた。コーク伯爵位は三重形邸第5代、オーラリー伯爵、ジョン・ボイルに承継され、彼が第5代伯爵となった。ジョンはすでにアイルランド貴族のブロックヒル男爵くらいと、イングランド貴族のマーストンのボイル男爵位を承継しており、 この爵位は1999年までイギリス貴族院に議席を有することとなった。彼は作家でジョナサンス・スウィーフとアレキサンダー・ポープ、サミュエル・ジョンソン等と友人であった。1762年第五大伯爵の没後、高区伯爵位は長男チャールズが1759年に亡くなっていたため次男のハミルトンに承継された。彼はシャルルビル選挙区から アイルランド庶民院に、またウォリック選挙区から、イングランド庶民院に選出された。エドマンド・ボイルの子供たち、左からルーシー、エドマンド、コートニー、リチャード1775年頃、リチャード・コズウェー作1764年、第6代伯爵ハミルトン・ボイルは、未婚のまま34歳で亡くなったため、伯爵位は、彼の異母帝のエドマンドに承継された。第7代伯爵は、 彼の二番目の妻メアリー・モンクトンと彼女が50年間にわたり文筆界の中心的存在であったということで有名である。1798年にエドマンドが亡くなると彼の長男ジョンはすでに亡くなっていたため爵位は次男のエドマンドが承継し第8代航空白尺となった。彼はイギリス陸軍大将でフランス革命戦争やナポレオン戦争で戦った。 第8代伯爵が1856年に亡くなり、爵位は孫のリチャードに承継された。彼は第8代伯爵の次男ダンガーバーン死爵、チャールズ・ボイルの息子だった。第9代伯爵はイギリス自由党の政治家で、マスター・オブ・ザ・ホースの将校として、ジョーナッセル・ウィリアム・グラトストーン・アーチボルド・プリムローズ、党の下で働いていた。 1904年リチャードから爵位を承継した長男のチャールズは第二次防ア戦争で戦った兵士だったが1925年子供がいないまま亡くなった。チャールズの爵位は彼の弟ロバートが引き継ぎ第11代伯爵となった。彼もまた子供がいないまま1934年に亡くなったため爵位は彼のまたいとこのウィリアムに承継された。 第12代伯爵は第8代伯爵の三男ジョン・ボイルの孫だった。彼はイギリス海軍の提督で特に1940年のナルビクの戦いへの参戦で有名である。第12代伯爵も子供のないまま1967年に亡くなり、爵位は老いのパトリックに承継された。彼はレジナルド・コートニー・ボイルの長男だった。彼は イギリス貴族院の副議長を務め、1973年から1978年まで貴族院の委員会副委員長を務めた。パトリックもまた子供がいないまま1995年に亡くなったため、社位は弟のジョンが承継し、第14代伯爵となった。2016年現在、航空伯爵位は2003年に承継した。 ジョンの長男ジョン・リチャード・ボイル第15代伯爵により、保持されている。伯爵位を承継する時点で死亡していた、相続人は、段落下げしている。2016年現在の法定推定相続人は、ダンガーバン主尺ジョナサンコート・ニー・ボイルである。コーク伯爵、バーリントン伯爵、オーラリー伯爵、ダンガーバン、死者ク・シャノン死爵シャノン伯爵、ケーフズ。ありがとうございます。